こんにちは、ゼキザップです。今回は寂しい冬の風景の中に咲く香り豊かな黄色い花を見るために群馬県桐生市にある梅田ロウバイパークに行きたいと思います。梅田ロウバイパークは桐生川ダムのダム湖である梅田湖沿いにある緑地公園の一部に設けられています。地元住民の方々が2006年から植栽して維持管理してくれているので、誰でも無料でロウバイを見ることができます。また桐生川ダム周辺はツーリングスポットとしても最適で、ダムより山奥に入っていけば荒れ放題な林道三橋線を通って草木ダム方面に抜けることができます。草木ドライブインで休憩したり、丸宮自販機コーナーでレトロ自販機を楽しむのも面白いツーリングコースになっておりますので、コロナ禍の影響が収まりましたらぜひ訪れてみてください。それでは梅田ロウバイパークの方に行ってみましょう。はい、ただいま梅田ロウバイパークに向かって走っておりますが、一瞬だけちょっとね栃木県の方をかすめます。まあ桐生市行くのにどうしても足利っていうのはね、まあ迂回するルートもあるんですけど、自分家の方からだとまあかすめる感じになってしまうんで、緊急事態宣言が出てますが通過するだけ栃木県の方は通過したいと思います。はい、ということでね、足利抜けて桐生の方に入りました。ちょうど群馬大学のところ通り過ぎたところですね。まあここから先はどんどん山の中に入っていく感じなので、まあ映像映えもするかなと思います。路面凍結っていうのはちょっと怖いですよね。うん、とは言ってもやっぱり1ヶ月以上雨が降ってないので、まあ、そもそも水分がなくて凍結する要素はなさそうですね。うん、今のところ大丈夫そうですね。この感じであれば安心して走れるかなと思います。いや、こうね山道走るのもすごい久しぶりですね。しばらく自分平地ばっかり走ってたんですよ、ね、やっぱりこう冬になったら寒いじゃないですか。でそれでね山の陰に入ったらどんどん寒くなっていくんで、まあ、極力平地あったかいところ、日中っていうところをね重視して走ってたんですけど、やっぱ寒くってもこういった山道走る方がやっぱりハンターカブ面白いです。全然違いますね。平地走るとやっぱりギア比とかね速度の感じからスーパーカブよりもなんか変なんですよね。やっぱりハンターカブは上り坂あってこそのね、なんかトルク感っていうんですかね、そういうのをすごい感じます。あ、ちょっと後ろから早い外車が来てるんでちょっと譲っときますね。何の車だろうな、とりあえずアウディですね。ああいうのはねちょっと気違いなんでね、どんどん譲ってった方がいいですね。はい、ここがねハンターカブにとっては鬼門の50キロ制限の上り坂ということでね、3速フルスロットルで走りたいと思います。もうね油断するとどんどん減速していくんですよね。結構きついんですよ。はい、すでになんかこうちょっと落ちた感はありますけど、まあ頑張ってまいりましょうかね。いやけどね、交通量がなくて本当に助かりますね。走りやすいです。はい、どうにかね上りきりましたね。こっからトンネルで入っていく感じですね。トンネルの中が凍結したら本当にもう怖いんでね、こういう感じで、まあ山の中だけど、水分量が少なくて非常に助かってます。いやー久しぶりに来ましたね。夏秋秋か、それぐらいの時に来て以来なんで 2,3 ヶ月ぶりですかね。前の車どこ行くんだろうな。あー同じかな、梅田ロウバイパーク、あそこか。目的地は同じだったみたいですね。っていうか多分公園の方かな、ミニバンだし子供とか乗ってそうですよね。やっぱり子供たくさんいましたね、公園の方には。まあ自分の方がね人がいないであろうロウバイパークの方ですね。こちらがロウバイパークですね。ボランティアでやってるっていうのはすごいですね。入り口はこっちだけど、あーこれはやっだな、来るのが早すぎましたね。いや GoPro じゃどうにもならない、映えない感じの、もう黄色が少なすぎますね。ちょっと一眼に切り替えます。なんか綺麗な感じに映りますね。あと三つ股の木っていうのがあるんですね。これは咲いてないですよね。三つ股よくわかんないんですけど、これまだ咲いてないですよね。はい、とりあえず三つ股はなんか季節違う感じがしましたね。あーけどやっぱ梅田湖はキラキラ光っていいですね。まだ奥まで行けそうですけど、あーボート乗り場があるんですね。いやー綺麗ですね。落ち着きます。さあロウバイパークはこの辺にして、ちょっとね飯食べたかったんですけど、ちょっとベンチが混んでたんで場所を変えます。
まあ、この先にね、まあ、梅田大橋の下のあたりにね公園がありますんで、そっちの方で、ご飯を食べたいと思います。今回はね一応自分の方で準備してあります。パン屋さんとか行ってません。こちらのね梅田大橋のところなんですよね。近くの駐車場なんてちょっと一歩奥の駐車場がそうです。こっちに停めていきます。はい、今回ねこんな感じでねお湯とね、パンのスープですかね、それを持ってきてます。なのでそれをねベンチに座って食べたいと思います。まあ、お湯入れるだけなんでね火も使わないんで火気厳禁とこでも全然ねいいんで助かりますね。まあ、本当はねラーツとかいろいろやってみたいんですけど、火気厳禁とか基本そんな感じですよね。どこでやっていいのかちょっと分かんないんですよね。まあ、とりあえず温まりたいと思います。撮影しながらちょっと食べにくいですけどね。ああ、やっぱうまいですね。うん、今回はかぼちゃ味ですね。まあ、しっかりとねこうやってゴミも持って帰っていきます。いやーちょっと温まりました。やっぱり山の中なんて冷えますね。はい、ということでね梅田ローバイパークを見てきました。まあ、自分の方はこの撮影自体は1月中旬に行っているので、まあ、全然ローバイは二分咲きって感じで、まあ、ちょっと見栄えはしなかったですよね。あと全然匂いとかもわからなかったんですが、まあ、この動画を公開するのは2月初旬かな、うん、それぐらいになってると思うので、まあ、その頃であればローバイも見頃だと思いますのでぜひ行ってみてください。まあ、見てみてくださいと言いつつもちょっとね県外の方はまあローバイパークの方の看板もあったんですけど、まあ来ないでくださいっていうところをね自粛してくださいっていうのがありましたので、その辺はご注意ください。まあ最近ツーリングする時なんですけど、やっぱりツーリング先の情報は調べるようにしてます。緊急事態宣言を出していない県だとしてもやっぱりこうね、まあ極力来ないでくださいとかそういう看板とかも出てたりするので、その辺はしっかりと調べてから訪れてます。まあ、やっぱり、ね、お互いが不快な気持ちにならないためには、まあ、今はしっかりと下調べするっていうところが重要なのかなと思います。まあ、来ないでくださいっていうところにはいかないっていうところがね正解なのかなと思いますので、まあ、皆さんもねいろいろとねこう下調べしながら楽しんでください。で今回この後バームクーヘンを買って帰りたいと思うんですけど、まあ、やっぱり桐生市のお土産って言ったらね有名どころだとまあ青柳とかですかね、かりんとうまんじゅうとかになるんですけど、ちょっと変わったねバームクーヘンが新しく移転したということで、まあ、そちらに行ってみたいと思います。まあ、元々緑市にあった琴音屋っていうところなんですけど、まあ、そちらが桐生市の方に移転してきたということでね、まあ、店も新しくて綺麗な感じでおしゃれだということでね、まあ、妻からのリクエストで今回はそちらに行ってみたいと思います。はい、ということでね、ガソリンスタンドですね。こちらを左折していきます。まあ、左折したらね、交番が右手にあるんで、そこを右折すれば、道なりに行けば、バームクーヘン屋さんがあるんで、非常に走りやすい道となっております。はい、ということでね、交番ですね。お、前に郵便屋さんがいますね。やっぱり株同士でね、並ぶとなんかこう親近感湧きますよね。やっぱ郵便屋さん早いですね、立ち上がりが。慣れてますよね乗り方が。まあ、このまま道なりにまっすぐ行きます。橋渡ればすぐだったと思うんですよね。はい、ということで渡らせ側の方を渡っていきます。ちょっと雲行きが怪しいですね、右側が。これ下手したら降られるかもしれないんで、けどまあ本降りにはならないかな。はい、こちらですね、歩道橋をくぐった先が琴音屋ですね。到着です。はい、今回はブリュレバウムを買いました。初めて会いましたね、ブリュレのバウムって。どんな感じの味がするのか楽しみです。あ、ちなみにこちら冷蔵なので、あれです、夏は持って帰るの厳しいかもしれないですね。この時期だったら、普通にね保冷しないでも持って帰っていけます。いやー、これ絶対うまいだろうな。あ、しっかりとした感じですね。これ絶対しっとりしてますよ。ではいただきます。あ、表面の苦味がいいですね。いいアクセントになってます。いや、これ美味しいな。もうみんなにねぜひ食べてもらいたいです。おすすめできます。いや、ブリュレバームすごい美味しかったですね。まあ、他にもいろんな種類のバームクーヘンがありましたので、まあね、また訪れて違う味の方をね今度は楽しみたいと思います。まあ、皆さんも桐生を訪れた際はぜひ琴音屋寄ってみてバームクーヘンを味わってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。